二回戦敗退後の大号泣をめぐって、メディアや SNS で賛否が飛び交った柔道女子52キロ級の安倍唄、24。実際の写真を確認する、観客席で号泣する安倍氏を隣で慰める、男性の付き人、日本時間30日には自身のインスタグラムで、五輪二連覇を達成した男子66キロ級の兄、一二三、26。 ら家族との集合写真を添えて情けない姿を見せてしまい申し訳ありませんでしたと謝罪。必ず強くなりますと今後の成長を誓った。日本時間4日未明の団体戦に向けて調整を進める歌だが、昨31日、週刊文春電子版が、号泣、安倍歌、24を慰める8歳神美容師彼の、華麗なる人脈、と題する記事を配信した。 その美容師との反同性生活は昨年末、フライデーが報じた。22年頃から交際が始まったそうです。美容師が兄のひふみを担当しているつながりから交際に発展したそうです。とは事情を知るメディア関係者だが、そんな歌にはもう一人のお兄ちゃんと大きな信頼を寄せる男性がいる。付き人の森和樹さん、26、です。とは柔道関係者。 市との付き合いは長く、19年11月グランドスラム大阪から練習パートナーとしてサポートしている。森さんはひふみの日体大柔道部の同期で60キロ級の選手だった。大学4年時、市と階級が近いことで投げ込みの相手を務めるようになり、意気投合。市が東京大会で金メダルを獲得した後は、市が所属するパーク24に移籍しています今大会では、 死が敗戦後にスタンドでひふみの試合を観戦する際、失意にくれる歌の隣に寄り添い、抱擁するシーンも見られた。森さんは安倍家のグループラインにも登録。自身の SNS に歌とのツーショット写真をたびたびアップするなど、強い絆で結ばれている。両親が近くにいる中、死の頭に右手を回して抱き寄せるくらいですから、家族公認の中と言っていい。どう 付き人としての能力は高いと評判だ。死の組手や技、メンタルを熟知するのはもちろん、ライバル選手の得意技なども細かく情報収集。両肩に故障を抱えながら出場した東京大会時は、死が不安に押しつぶされないよう、医師と相談して両肩の細かな状態をあえて本人に伏せるなどの配慮したそうです。死が弱気になった時は叱り飛ばすこともある。 献身的なサポートは歌の大きな寄り所となっており、一時は練習のパートナーから恋のパートナーに発展したとも聞きました。詩の信頼は絶大で、すごく仲の良い友達、同志、と言っている。詩のすべてを知り尽くす、付き人以上の存在です。どう、森さんは先日、大号泣騒動後初めて自身のインスタグラムを更新。詩とのツーショット写真とともに、 背負う者が大きすぎても笑って前を向いて戦い続けた歌を誇りに思いますと綴った。かけがえのない男性たちの支えで、再び輝きを取り戻せるか。